こんにちは、東洋針灸院多摩プラザ院のつゆきです。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今日は急に来た腰痛、いわゆるぎっくり腰の対処法についてお伝えしていきたいと思います。今回の動画は、朝起きた時、何気なく歩いていた時、下にあるものを取ろうとした時、デスクワークなどで長時間座っていて立ち上がる時、こういった時に腰が痛くなって辛くて動けないという方に向けて動画を作っております。急に腰が痛くなって困る、そういった時の対処法を知りたいという方は、よかったら動画を最後までご覧ください。今回の動画は急性腰痛ぎっくり腰について、ぎっくり腰のツボ腰痛点について、腰痛点の取り方使い方の順でお送りしていきます。腰痛点の場所だけが知りたいという方は、動画を飛ばして後半部だけご覧いただいても大丈夫です。最初から全部見ていきたいという方はこのままご覧ください。ぎっくり腰とは急性腰痛のことで、一般的に急に腰が痛くなった時、こういった症状のことを指します。よく見られる症状としては、体を動かして腰が痛い、前屈後ろに反ったりという動きですね、だったり、腰が痛くて靴下が履けない、朝洗面所で顔を洗うことができない、何かをした時に腰が痛くなるというのがそれにあたります。このぎっくり腰は外傷性、怪我によって起こるものとは少し違って、怪我をしなくても腰が痛くなるんですね。逆に言うと、叩いて痛かったり、腰をぶつけて痛かったり、こういった時は骨折の可能性もあるので、そういった症状がある時は一度病院に行った方がいいかもしれません。ぎっくり腰にお話を戻すと、東洋医学的に見たら、ぎっくり腰というのは血の流れ、エネルギーの流れがうまくいっていないことで起こる痛みというふうに言われております。よくぎっくり腰が起こるケースとしては、季節の変わり目でずっとじっとしている時に動き出す時、例えば朝ずっと寝てて起き上がる時や、ずっと座っていて立ち上がる時、こういった動作の時にぎっくり腰になることが多いんですね。よくぎっくり腰をやるイメージとしては、何か重いものをこうグッと持ち上げた時に痛みが出てくるなんていう風に想像される方もいらっしゃると思うのですが、実際にぎっくり腰を起こした患者さんに聞いてみると、8割9割の方はそういった重いものを頑張って動かしたというよりも、本当にこう動き出しだったり、何か軽いものをふと持ち上げた時、こういった時に起こる方が多いんですね。先ほどもお話ししたように、特に季節の変わり目、寒いところから暑くなるところや、暑いところから寒くなるところ、季節の変わり目でこういった症状は起こりやすいので、四季の移り変わりのタイミングには十分気をつけたいですね。このぎっくり腰、一度経験したことがある方ならわかるかもしれないのですが、かなり痛いです。かなり辛いです。例えば座ってて立ち上がろうとした時に腰が痛いなった時に、腰が痛いからちょっと横になって休もうなんて考えたとしても、そもそも横になるのがとっても大変なんですね。少しでも動こうものなら腰に激痛が走ります。もしそこから寝ようとするのであれば、かなりの覚悟を持って動く必要が出てきてしまいます。余談になりますが、このぎっくり腰は西洋では魔女の一撃というふうに言われているんですね。中世のヨーロッパで魔女というのはとっても恐れられていたものなんですね。どれくらい恐れられていたかというと、心から尊敬する神様の大敵の悪魔と契約をして、その契約によって得た力を持ってこの世に災いをもたらすもの、これが魔女というふうに言われているんですね。その語源を持つ魔女の一撃というのがどれほど恐ろしく、どれほど恐れられていたかというのがわかると思います。私も専門学校の時にその魔女の一撃を受けて、とても辛い思いをしたことがあります。その時に出会った対処法ツボというのが腰痛点なんですね。腰痛点というのは、人差し指の手の甲の骨の親指より、薬指の手の甲の骨の小指より、指が止まるところですね、このあたりが腰痛点になります。実際にツボを取っているシーンを後ほど用意しておりますので、よかったらそちらもご覧ください。使い方としては、先ほど見つけた腰痛点のツボを
触ってまず痛いところを探します。その痛いところを押しながら痛い動作をしてください。例えば前かがみ、こういった動きが痛いようであれば、この痛いツボを押しながらちょっと前かがみ動かせる範囲でこういうふうに動いてあげるんですね。そうするとだんだんと動ける範囲が広くなっていって痛みもちょっと和らいでくれます。もしこの場所で効かなければ、もう一個のところまたは反対の手というのを使ってあげてください。ツボとしては先ほど紹介したこの4点なのですが、実際のところ他の部分でも押して痛かったら効果があることがあるんですね。なのでとりあえず腰痛点に当たりそうなところを押してみて痛いところを使ってあげてください。この腰痛点というのは特効穴の一つで、急性の症状にとってもよく効きますので、よかったら試してみてくださいね。それでは実際にツボを取っていきます。腰痛点は手の甲にあります。拳の先から指の骨の際を触っていって押して痛いところ、ここが腰痛点になります。基本的には人差し指と薬指の際になるのですが、触っていって痛みがあればそこを使ってあげてください。押して痛いところを押したまま痛みのある動きをしてみてください。前かがみが痛ければ前かがみ、後ろに反るのが痛ければ後ろに反る、このように行ってください。今日は急に起こったぎっくり腰のツボ、腰痛点を紹介していきました。私も実際にぎっくり腰になったことがあって、とっても辛い思いをしたんですね。しかしこのツボのおかげで危機を乗り越えることができました。私が経験したように、緊急事態でもその対処法を少しでも知っていれば、それを試して変化が出るかもしれません。知ってるのと知らないのとでは大きく違うと思い、今日はこのツボを紹介させていただきました。こういった情報が皆さんの役に立ったら私はとっても嬉しいです。よかったら試してみてくださいね。